今回紹介するのは、和漢心療学、新しい漢方という本です。現代の西洋医学では十分に治療できないような病気が漢方で不思議と良くなっていく。この漢方医学には長い歴史があり、たくさんの人々によって伝えられ、そして進化してきた。そして漢方医学が西洋医学と出会い、 お互い高め合うことで新しい世界が見えてくる著者が医師として経験した具体的経験から平易な言葉で語られるこれからの漢方を考える上で最適な入門書と考えます現代医療の中で求められる「和漢診療学イコール。 新しい漢方の姿とその意義や成り立ちが分かりやすい言葉で書かれている。自転車乗りのように言葉で伝えにくい内容を見事に伝えていると思う。著者は高校生や大学生に読んでもらいたいとしているが、むしろ医療者に必読の書ではないだろうか。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。